赤根は、佐渡汽船が2015年から2021年まで、小木港と直越港の間を中心に運行していた、総動型高速カーフェリーである。佐渡汽船の小木直越航路は、輸送人員が減少傾向で赤字が続いており、2007年から廃止も含めた航路存続についての議論が行われた。1989年から冬季を除いて運行されてきた。 ジェットホイールは2003年10月末で運行終了。カーフェリーも2008年4月のダイヤ改正で小佐渡、丸が老朽化により引退し、以後は小金丸一隻体制で1日1点を往復の変速ダイヤで運行が行われてきた。小木直越航路が国道350号の会場区間であること、2015年3月に北陸新幹線の金沢開業を控えていることなどから、 新潟県佐渡市上越市は航路存続に向け協議を行いイベントに合わせたジェットホイールの臨時運行など小木直越航路を対象とした社会実験及びパブリックコメントを実施当初は中古のジェットホイールを導入して現行のカーフェリーと合わせて運行する案も検討されたが収支が改善できない懸念があることから2013年1月に 心臓の高速フェリーを導入しついたちに往復の運行とする方針が決定された。船名は公募され、2014年7月19日から8月31日までの応募期間中に2632件の応募があった。赤根色が日本海の夕日、時色、桶さがきなど佐渡島をイメージさせることから、赤根と命名された。 2015年4月21日より1日に往復のダイヤで運行を開始した。所要時間は100分で、従来のカーフェリーより60分短縮された。これまで、小木直越津航路に就航していた三代目小金丸は、本線就航前日の20日の小木港17時発の便が最終運行となり、21日に直越港から新潟港へ開港された。その後、 売却整備を行った上で、リベリアのブラザースターズマリタイム社へ売却されている。2018年6月7日、佐渡汽船が赤根の推進装置の一部にクラックが発見されたことを発表した。この修理のために函館ドツクへ入居する影響で、2018年6月25日から同28日までの間、ジェットフォイルが代替運航を行った。 その後、総動線の乗り心地の悪さや修繕費、新型コロナウイルスの流行による輸送低迷もあり、2020年10月に、県、佐渡市、上越市と売却方針で合意し、わずか5年で佐渡を去ることとなった。後継には、ジェットフォイールが使用される。なお、動線の売却先が決まるまでは、直越港に係留される。両津航路で代替運航を行う。 カネ過去に、青函航路で運航されていた、ナッチャン、レラ、ナッチャンワールドと同じくオーストラリアのインキャット社の、建造する、波浪貫通型騒動高速船である。カネの名板心臓が決定される以前、2008年、残佐戸丸引退と前後して、軽船状態となっていた、ナッチャンを佐渡機船に売却する話が持ちかけられていた。ナッチャンの規模が、 輸送実績と比して課題だったため、売却は実現しなかったが、高速性とジェットフォイルでは、不可能なフェリーとしての運行が可能な長所を買われ、一回り小型のウェーブピアサーを新造する方針が決定された。春ナンバーは068で、初の85メートル型となる。112メートル型のナッチャンより小型であるため、車両甲板、船室がそれぞれ一層となっており、 ティア1が車両甲板、ティア2が船室、その上が相打室となっている。佐渡汽船が小佐渡、まるで国内で初めて採用した可動式車両甲板は本線にも取り入れられており、車両甲板は搭載車両によって使い分けることが可能である。トラックなど、車高の高い車両を搭載する際は床板を天井に、収納、乗用車など、 車高の低い車両を搭載する際は床板を下ろして車両を2段に搭載する。徒歩乗船の乗船口も車両甲板2階の可動甲板と同じフロアにあるため徒歩の場合でも車両置き場を経由して乗船することになる。カーフェリー用の既存の港湾設備をそのまま利用できるよう、ナッチャンワールドに追加装備されたサイドランプとは異なる大型の船尾ランプを装備しており、 構層車は、車両カンパニーへの乗船、下船両方ともその船部ランプから行うため、乗船時には、車両置き場内で展開して、船尾側から順に、有事の形に並ぶように誘導される。船体には、赤音色のラインと羽ばたく時が描かれており、喫水船以下は、なっちゃん同様の青色となっている。客席は2クラス制で、全席指定である。前方に一等座席、時クラス、 後方に二等座席が配置されており、一等は革張り、二等は布張りのリクライニングシートである。選出最後方には露天デッキが設けられており、航行中に外部へ出ることのできる唯一のスペースとなっている。この他、ペットルームが設置されており、身体障害者補助犬を除くペットを帯同し、乗船する際は、刑事等に入れた上で、 片道540円のペット料金を支払った上で預けることになる。車両甲板には冷暖房の設備がないため、車内にペットを残して乗船することは禁じられている。また、2015年11月には、右舷後部の二等椅子席44席を撤去し、船酔い時に対応した絨毯コーナーを新設した。ありがとうございます。